石井博子は、日本の政治家、教諭、千葉県君津市長、元千葉県議会議員、元君津市議会議員、埼玉県生まれ、5歳の時に、新日鉄の君津市進出と共に、木更津市に転入。木更津市立清見大小学校、木更津市立大田中学校、千葉県立木更津高等学校卒業。1987年3月。 上野学園大学音楽学部音楽学科卒業。同年4月、音楽教諭となり、君津市に赴任。君津市立亀山中学校、君津市立中西中学校、君津市立南小安小学校などに奉職。1996年、重度の障害がある長男の出産を機に退職した。その後君津市特別非常勤講師として、合唱指導に関わる。 2003年9月、機密市議会議員に初当選。子ども家庭相談室の創設、子育て支援センターの創設などに取り組んだ。2007年4月、千葉県議会議員選挙に無所属で立候補し初当選。2011年、民主党公認で立候補し再選。2015年、3期目の当選を果たす。 2018年8月24日、機密市長選挙へ立候補する意向を表明。同年10月14日に行われた市長選に連合千葉の推薦を受けて立候補。鈴木広国市長から後継指名を受けた元県庁職員の渡辺義郎、元市議の安藤慶次らに候補を破り初当選した。11月1日、市長就任。当日有権者数。 72,292人、最終投票率50.55%。ありがとうございます。